最も大事です。なんでかっていうと、例えば芸術って呼ばれてるもの、あるいはこのクラシックの音楽もですね、人間が作ったものなんですよ。でものすごい天才が、まあ、もう考え抜いて書いたとしても作ったものをします。ところが音楽ってやっぱり音がこうポンポンポンって連なってこういろいろ一曲できるとした時に、どうそれが構成されるかっていうのは、できるだけその作曲家の個人的な意思ではなくて、本来音がタンタンタンってきたら次はタンタンタン、要するにきちんと自然につながる、で自然に構成されるのが一番いいと思うんです。伝統芸能みたいにね、クラシックはなってはいけない。クラシックミュージックというのは過去があって、過去のそういうベートーベンとかブラームスとかいろんな人の遺産はありますけれども、毎日アップデートをされているものであって、要するにつながっているもので、過去としてあるんではなくて、そこから現在に至って、それで未来に向かっていかなければならない。最近クラシックの指揮を始めた理由の一番大きい理由は、作曲家の視点で、未来のクラシック音楽はこういうふうに変わるんじゃないかっていうことを自分で試してみたいんですね。つまり、ベートーベンやブラームスやなんかってもう定着しているように思うんですが、でも長い目で見るとやっぱり1990の頃の演奏と2020あるいは20とても現在とかと、やっぱり演奏が少しずつ変わってきてます。その変わ、例えばピリオド奏法の影響を受けて変わったりとかいろいろしてますが、今度は僕は今、逆にニュークラシックって呼んでるんだけども、書いてある譜面をその通りに作曲家が書こうとしたことを、その音の構成をちゃんと見える演奏をすると、作曲家の視点でもう一回全部こうリクリエイトしたい。ただ、だいぶ長い間コンサートやってるから、指揮をして、指揮するってすごいやっぱり体力使いますから、やっぱり、作曲家なんですごくこう、一人でいる時間もすごい大事で、僕はね、マーラーの夏の小屋の写真を見て、それで同じ東京から1時間ぐらいのところのサマーハウスがあるんだけど、その中に、全く同じ小屋を作ったの。でその時にそのシンプルなやつを作って、家を、まあ小屋ですね、ちっちゃな小屋を作って、でちょうど2020年のCOVIDが始まった時から、それまでは割とアシスタントもいて、シンセとか使うからやってたのが、そういう期間中なので、もうそこに一人でやるしかなかった。そしてそこにこもって作り出してから、2年間でシンフォニー2曲書いたりとかして、実はもうだから僕はその自分の仕事場をマーラーハウスって呼んでます。
んと自然につながる、自然に構成されるのが一番いいと思います。ということは自然の摂理に、法則にできるだけ自分の曲が近づけること、近くなることを望んで作曲する。だから一番考えてます、そのことを。